アギネス・ディーンは、イギリスのファッションモデル。次世代のスーパーモデルとして認められており、フランス版、ボーから、2000年代のトップモデル30名のうちの一人の認定を受けている。出生名は、ローラ・ホリンズ。アギーの愛称がある。グレーター・マンチェスターのオールダムに出生。看護師の娘として生まれた。3人兄弟の2番目。名前は、母親が。 友人の数比術の専門家に相談しつけたものである。ディーンはモデル業用に付けたものであるが、兄弟姉妹も姓をディーンに変えている。仕事生活は13歳のラムズボトムのフィッシュチップス店でのアルバイトから始まった。幼少期から自身のスタイルを見つける力を持ち、17歳の時にはすでにスキンヘッドであった。13歳の時から単発してました。 そして17歳でスキンヘッドと発言している。1999年16歳の時にロッセンレールフリープレスフェイスオブ99コンテストで優勝。それからロンドンに引っ越し、昼はファーストフードレストラン、夜はバーで仕事をしたものの別に毎日働いてたわけじゃないよんとのこと。まず最初にモデル事務所のセレクトモデルマネジメントと契約。2007年5月に 米国版、ボーグにおいて、ドゥゼン、クロース、キャロライン・トレンティーニ、ラケル・ジマーマン、サーシャ・ピボバロバ、ジェシュカ・スタム、ココロシャ、ヒラリー・ローダ、シャネル・イーマン、リリー・ドナルド・ソンナと並んで、新たなスーパーモデルとして、一押しを受けた。アナスインの賞にて、イギリス、イタリア版、ボーグや、サンデー・タイム・スタイル、ポップ、グラチナ、タイム・スタイルライフ他多数の国際的な雑誌の、 表紙を飾っている。アナスイ、ブルガール・ブルー・マリン、バーバリー、キャッシャレル、ジャン・フランコ・フェレ、マウジー、メゾン、ギルフィー、シセドージョルジオ・アルマーニ、マルベリー、ポール・スミス、リーボック、ビビアン・ウエストウッドなどの賞や広告に出演。こうした名高いブランド群との契約を保持しつつ、バーバーリーの、ビート、ジャイルズ・リーコンの、ゴールド、ジャン・ポール・ゴルティエの、 マダムなどといったコースや、資生堂の、マキジ、そして幼馴染みのヘンリー・ホランドの、ハウス・オブ・ホランドの広告などに起用されている。2009年には、ユニクロの新しいキャンペーン CM に、ガブリエル・オーブリーと共に出演。2008年5月に、雑誌、ID のゲスト編集者を務めた。紙面は、彼女と彼女の周辺に関して書かれた記事と、 ビビアン・ウエストウッドのようなファッションインサイダーへのインタビュー記事などにより構成される。2009年6月にモデル業引退を発表。役者としてのキャリアを追求するためにイギリスの俳優エージェントを雇ったとのことであった。ドイツ出身の写真家アンナ・バウアーの21世紀初頭の10年間を飾るファッション界の顔をテーマとした写真集アンナ・バウアー。 バックステージが発刊に至った2012年には、ケイト・モースやミランダ・カー、ララ・ストーン、ナタリア・ボディアノバ、ステラ・テナント、リリー・コールなどのモデルらや、スータのファッション関係者らと共に、これに登場した。ファイブ・オークロック・ヒーローズのシングル、風に参加し、ミュージックビデオにも出演している。シングルは、NME から10点満点中2点という評価を受けた。イギリスで、 初登場109位だった。モデル活動を始めて、しばらく経った後も、ラッキーニットウェアというグループの一員であった。2018年配信のネットフリックスオリジナル映画、タイタンに出演している。自身がデザインするブランドが、アイアムバイアギネスディーン。バーニーズニューヨークのエコキャンペーンとコラボレーションし、アイアムバイアギネスディーン4バーニーズグリーンというキャンペーンを実施し、 バーニーズニューヨークオンラインストアで販売を開始した。モデル業引退後の2015年には自身のファッションブランドタイトル A を新たに発揮している。現在はロンドンプリムローズヒルとニューヨーク市の両方で生活している。過去にザ・バティトンズのジョシュ・ハバード、ザ・ストロークスのギタリストアルバート・ハモンド・ジュニア、ザ・ラスト・シャドウ・パペッツのマイルズ・ケインと交際していた。インターネットにおいて 自身でツイッターを配信している。2010年の3月にはそのツイッター上で、総価学会名誉会長池田大作の、いわゆる名言を引用してみせた。2012年6月に、俳優のジョバンニリビッシュと結婚、後2015年1月に離婚。かねてより年齢を5歳ばかり詐称していた。後の本人の告白によると、13歳でスカウトを受けて18歳時に、 モデル事務所と契約を結びモデル業を本格指導という設定にしていたものの実際はモデル業への初着手の時点ですでに18歳に達していたという米国ニューヨークのモデル事務所と新たに契約を結んだ時点で当時は18歳ということにしていたものの実際は23歳であったこの件に関しては自身の口で公に認めるより以前から噂となっており かつての同級生らによって、アギネス・ディーン・アンタ18じゃないじゃん。と題した、フェイスブックのコミュニティを立ち上げられたことが話題となったこともあった。この年齢差症に着手したのは18歳の時で、モデル業の指導にあたって、行き過ぎていたことが理由であったとデイリーメール氏に語っている。ありがとうございます。